大丈夫かい？誰かが呼んでるみたいだぞ。行かないと。街で台風だったんだ。そのせいで木が倒れちゃって道が塞がっちゃってるんだ。ビリーとエドナはセメントを作りたいのに水がないみたいだし、フランクが水を届けようとしてるんだけど渋滞で行けないみたいで。建設現場に水を届けないと。スーパートラック、パラパラ、トラックが来たぞ。道路が混みすぎてて時間内に建設現場にたどり着けないって。どうしよっか、スーパートラック。なんだってオビー、水ならたくさんあるって。よし、じゃあスーパートラックに届けてもらおう。けど渋滞どうしよっか。そうだね、変身すればなんとかなるさ。よし、スーパートラック行こう。ありがとうね、ボビー。また後でね、フランク。そんなんじゃダメだよ、木はもっと重いんだから。そうだね、木を切り刻むかなんかしよう。レザーだって？なるほどね。これなら効果的じゃないかな。おお、レーザー効果抜群じゃないか。スターウォーズみたいだったね。スーパートラック、木が落ちてくるぞ。危なかったね、もう少しで事故だったな。よし、水を届けに行こう。やあみんな、スーパートラックが助けに来たぞ。そしたら水を使おう。これで完了だ。セメントってこのために必要だったのかい？ボーリングのピンのために？そうだね、スーパートラック、一体何するんだろうね。おお、世界一巨大なピンと世界一巨大なボールの衝突か。じゃあまたね。やあベイビーロッキー、何してるんだい？ああ、父の日のお祝いをしてるのかな。すごいじゃないか、ベイビーロッキー。
エンジン大丈夫かい？まずいぞ、コントロールが効かないみたいじゃないか。助けを呼ばないと。カール、緊急事態だ。ベイビーロッキーが父の日のお祝いでフライトをしてたんだけど、突然コントロールが効かなくなっちゃって不時着したんだ。ベイビーロッキーのところ行けないかい、カール？おー、なぁ、どうしたんだい？まあ、バラバ。この紙をたどっていけばベイビーロッキーが見つかるって。まあ、バラバ。あは、なるほどね。カパ、紙がないみたいだね。スーパートラック、これベイビーロッキーが引っ張ってたやつだ。でもどこだ？なんだなんだ？ディールブー、スーパートラック、ベイビーロッキーじゃないか。スーパートラック、けど、なんでこんなところにいるんだ？今、ピーヤバか、ピー。クラッシュした時に、偶然ここに落ちてきたって？スーパートラック、あれ、取らないとね。取れそうかい？スーパートラック、届かないみたいだね。どうしよっか。ああ、やまなわ。あれに届いて絡まりをほどけるやつっていうと、なんだろうね。ははあ、なもゆぼぼ。おお、いいぞスーパートラック。スーパートラック、頑張れ。もう少しだぞ。やったじゃないか。大丈夫だよベイビーロッキー、スーパートラックが直してあげるからね。ロッキー、スーパートラックが見せたいものがあるってさ。もうちょっと待っててね、今来るからね。ロッキー、後ろを向くんだ。いいぞベイビーロッキー。ロッキー、今日は父の日だもんね。お父さんとしても嬉しいんじゃないかい。ありがとうねスーパートラック。じゃあねみんな、またね。ゲイリー、仕事楽しそうだね。ゲイリー、今の音聞こえたかい？これはゲイリー、隠れるんだ。幽霊じゃないか。まずいぞ、見つかったぞ。
助けを呼ばないと。ケイリー、ここにいるんだ。スーパートラックを呼んでくるからね。へへ。カール、緊急事態だ。ケイリーが幽霊に追われてるんだ。助けに行けないかい？ははあはん。もっと速い車にならないと。今日は何になるんだい？バラバ、バラバは。スーパーレーストラックか。なるほどね。スーパートラック、幽霊逃げようとしてるぞ。捕まえるんだ。捕まえたぞ、幽霊。もう逃げられないぞ。何か変だな。まるで中に誰かいるみたい。スーパートラック、そしたら中に誰かいるか見るんだ。ああ、やっぱ幽霊じゃないじゃないか。何をしてたんだい、ジェリー。あー、ハロウィンの準備をしてたって。なるほどね。けどゲイリー本当に怖がってたぞ。本物の幽霊だと思ってたんだから。けどこれで一件落着だね。ゲイリーも安心なんじゃないかな。ジェリー偉いじゃないか。スーパートラック、どうしたんだい？ディーリブスーパートラック、みんな気づいてるぞ。じゃあね、みんな、またね。やあ、ジェリー、最高速度を更新しようとしてるのかい？やあ、エドナ。お仕事中かい？今日は特別なんだって？なるほどね。じゃあ、頑張ってね。まずいぞ。
殿が地面を掘ってるからトンネルが崩れてきてる。エドナ、やめるんだ。トンネルが崩れてきちゃってるぞ。ジェリー、カール、緊急事態なんだ。トンネルが行き止まりになっちゃったんだ。そしたら何に変身しよっか。ジェリー、スーパートラックが助けに来たぞ。何か聞こえるって？水が漏れてきてるじゃないか。スーパートラック、急がないと。バリンだ。スーパートラック、まずいぞ。行かないと。何が起きてるんだ。気をつけて。まずいぞ、水が追いついてきてる。スーパートラック、ST3000 を使うんだ。レーザーか、なるほどね。いいぞ、スーパートラック。水が完璧に凍ったね。アイススケートかな。じゃあ楽しんでね。やあみんな。ああ、セントパトリックスデーのパーティーをしてるのか。アイリッシュダンスを教えてるのかい。いいね。おっと、カール、確認しに行こう。キャリーが虹のカードとお金が入ったポットを持ってくるようにベンとゲイリーにお願いしたんだ。これからティーパーティーをするみたいだからね。けど道の途中で、
っか、カル。あはん。あれ？これってベンとゲイリーのせいかな？どうしよう。なるほど、変身か。スーパートレインか。じゃあ行こう。早いね。あれ、何かいないかい？あれって。カルなかったね。大丈夫かい？エンジンが止まっちゃったのか。動けそうかい？大丈夫そうだね。じゃあね。あらら、大丈夫かい？スーパートラック、なんとかしないと。磁石か。なるほどね。気をつけて。急がないとね。キャリーを待たせてるから。じゃあキャリーのとこに行こっか。やあキャリー、パーティー楽しそうだね。じゃあスーパートラックも楽しもっか。エドナ、ヘッドフォンを外さないと。火事だぞ。このままだとまずいぞ。助けを呼ばないと。カール、公園で火事なんだ。助けに行けないかい？
エドナーパイプにぶつかったんだろうな。ホモスーパートラック、今回は何に変身するべきかな。マネメレナト、うん、消防車か、なるほどね。いいぞ。でもまだまだあるぞ。左側に何かあるぞ。次は右だ。エドナ、スーパートラックがいるからもう安心だぞ。スーパートラック、木が公園に広がってるぞ。マネメレナト、リチュモ。ベレブー。ST3000 を使うって？今回は何をするのかな？ベレブー。ウォータータンクか、なるほどね。おお、すごいじゃないか。火が消えてきてるね。カール、あっちに火が移ったらまずいぞ。危なかったね。おお、すごいじゃないか、マリー。そうだね、もう消火活動はいいかな。マリーに自分を飛び越えてほしいって。じゃあ楽しんでね。